達夫さん の, 言ってるのが いろいろやろうっていうので、まあ、人によってはそのいろいろやるのは大変なんじゃないかと、うん、そんなに俺器用じゃないよっていうふうにやっぱ思っちゃいますよね、うん、まあでも 実際中身を見てみると月でいいんだってブロックでいいんだっていう話で、でブロックもこれ前編の一番最初で言ってますけど、ブロックの基本はよく粒高ってこれ切り下ろすのが基本って言いますけど、ただ当てるだけでこれがいいんだみたいな、うん、あのハードルを下げてやるっていう、そうですね、下げるけれどもそれをいろんなバリエーション両面を駆使して、うん、個々の技術は簡単にしておいてだけど多彩にしましょうみたいな話がミソなのかなと。やっぱりそうですね、うん、やってると例えば勝負の世界に入ってくると今度試合があるからとか、やっぱ試合目線になるんですよね。で、あとその現状で考えちゃうんで、今俺そんなセンスないとか器用じゃないとかできないって思っちゃうかもしれないですけど、でも本来卓球って遊びなんで、やっぱりその本当はいろんなことをやっていい競技で、ね、いろんなことができる、いろんな用具があっていろんなことができる、で まあ、それが楽しいっていう部分があるんで、まあ、そういう意味でも、まあ、いろんなことやった方が楽しいじゃんっていうのと、あと自分の可能性っていろんなことをやらないと本来わからないはずで、要はその、まあ、いろいろこう試していくうちにその取り組みによって自分のセンスというか、まあ、こう器用さがこう目覚めるような部分もあったりする、まあ、そういう可能性があるし、はい、あとやっぱやらないとわからないはずだから、ね、うん、で逆に同じ練習を1時間とか、まあ、長時間ずっとやってたところで、まあ、得られるものっていうのは本当はあんまないですよね、うん、なぜかというと同じボールが同じように来るケースっていうのはそんなにないし、うん、そもそもそのいろんな状況に対してこう、対応してるっていう部分での卓球って難しさがあるんで、はい、だからやっぱり基本的にはいろんな技術とかね、いろんな練習メニューに取り組んだ方が、まあコーディネーショントレーニングと同じような感じで自分のそのセンスっていうか感覚だったりそういうのがこう目覚める可能性があるし、僕らはそういう気持ちでやっぱりレッスンしてる側としてはその生徒さんに対して、その皆さんに対して、君はセンスがないからこうだねっていうんじゃなくて、いやできるかもしれないからやってみようぜっていう、やっぱその可能性をこう探りたいですよね、一緒に探りたいんで、で特に粒高の選手とか、まあ先生方っていうんですかね、顧問の先生はやっぱりどうしてもちょっとこう偏ってる場合があるんで、うん、そこをやつぶだがって楽しいじゃん、かっこいいじゃんっていう、うん、はい、反転してかっこいいじゃんみたいな、うんうん、っていうふうにこうやっぱ、まあ、僕は実際そうだと思うんで、うん、まあ、そういうふうに思っていただけたらっていう、うん、はい、はいはい、うん、小島選手はあれで、あの今までのなんて言うんでしょう、従来の練習振り返ってみてどうでしたか？やっぱ自分の練習はどっちかって言ったらこう凝り固まった練習っていうか、こう一つのことにとらわれすぎてて、まあブロックするんだったらずっとブロックしてるとか、幅が少なかったなっていうのはこう話聞いてて感じました、うん、まあでもその中でも例えばあの得意技でやっぱりフォアのまあカットブロックっていうんですかね、あのフォアクロスにドライブに対してすごい切れたっていうのが一つ武器として、うん、はい、それ身につけたのはいつなんでしたっけ？それ高校生の時 で、はい、でそれは試合の中でたまたま見つけて、うん、でオープン戦かなんかで同士打ちになって、で同級生の人と試合したんですけど、もうどうしても勝てなくて、なんでしょうがないからと思ってフォアで思い切ってカットしてたら、だんだんその感覚が身について、で練習に帰ってそれをこう繰り返しやるようになってたら、だん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 分かってきたんで、こう自分で考えながらやったら身につきましたね、うん、まあ、あれができる選手ってなかなか少ないんじゃないかなと。なんかたまになんか偶然にこう入っちゃうこととかあるんですけど、はい、その要は偶然の
一級をどうものにするかですよね、うん、そうですね、そこなんですよ。だからその好奇心を持って、うん、だからそのなんていうんですかね、こう型にはまるっていうか決めつけないで、うん、要は遊びの延長だと思って好奇心を持ってワクワクしながらやってるとし、うん、やれたとしたら、うん、そのあその一級であこれいいかもって言ってそこからそれを自分の武器に持っていける可能性がありますよね、うん、ちゃんとそれにこう取り組んだっていうこともあるじゃないですか、うん、そうですね。それは別に指導者からうんぬんっていう話じゃなくて、はい、あこれいけんじゃないかみたいな、うん、ですよね。なんかだからそういうのってでもまあ例えばですけどあのたまたまその同士打ちっていうか、まあ、例えば試合の中で分かったけど分からなかった場合を考えるとちょっと怖いじゃないですかそう要はそのそういう気づきとか発見が自然ととかたまたま偶然得られたらから良かったっていう選手はいっぱいいると思うんですよ、サーブでも何でも。でまあそういうところでこの DVD っていうか今回の連載によって、まあ、僕はその多くの人にこう気づきっていうかそういうきっかけっていうんですかね、うん、あなるほどってなんか少しでも思ってもらえたらなっていうことで、うん、まあ、なるべくこう広い範囲で、まあ、あのこう提案っていうかしてるんですよ。だから全部をやるのは無理だよっていう、まあ、そうかもしれない、うん、だけどその人その人それぞれに、まあ、いろんなポイントっていうか、うん、気づきがこうあればなっていう、うん、はい、そうですね、ところですね。こう相当なパターンというか打法的なものは出し尽くしてるぐらいやってもらってる気がするんで、そうですね、まあ、うん、ちょっととりあえずやっぱ全部は一度はやってみてもらいたいですよね。あの、うん、全部完璧にマスターしないまでも、うん、そうなんです。だから取り組むやってみるっていうところがまず大事、うん、一歩なんで、うん、やらないとどうしようもないですよね。だからやっぱやってみて、うん、でやってできないっていうのもまあそれも当然で、うん、それ1回でできたら、ね、うん、もうすごいことなんで、まあ、そのそれをまあやっぱりやりながら試行錯誤を続けるっていうところでの発見がまたあるんですよね、はい、初めてやってみてで試行錯誤してる中で新たな感覚がこう身につくとかをまあ発見できたりとか、うん、はい、まあ、そういうことがあるので、うん、とにかくその開拓するっていうかね、自分をこう耕すっていうか、うんうん、っていう作業がすごい大事で、うん、まあ、いつもこう新鮮な状態でいてほしい、うん、特にそのあのこう好奇心とか、まあ、そういう、こう自由な発想でできなくなってしまうと新鮮な状態じゃなくなっちゃう、うん、はい、いうそれはまあペンズ部とかに限らずだと思うんですけど、それはまあ僕からしたらすごい残念というか、うん、なふうに思ってしまって、いろんな可能性がありますし、うん、そもそも卓球はいろんな戦術とかいろんな打法を、まあ、駆使してやることなんで、はい、まあ、ぜひ取り組んでもらいたいですね、うん、はい、小島選手は、まあ、なんか今回の撮影とか、まあ、この連載見て、なんだろう、特に取り組んでみたいとか実際取り組んでみてることっていうと何かありますか？まあ、この中で見たので取り組んでるって言えば、この裏面をこう前よりは結構多く使うようになってきたんですけど、うんうん、こうちょっと意識の違いだけでこう思ったよりも簡単な技術だなっていうふうには感じましたね、うん、今まではこう一発で抜こうとしてて、うん、裏面は結構難しいんだなっていう意識だったんですけど、うんうん、もうちょっとこう簡単なことから始めていくとこうとっつきやすいっていうか、だんだん楽しくなっていって、うん、でだんだん幅が広がっていくっていう風になると思うんで、うんうん、まあ、裏面は結構取り組んでますね、うん。